開封あとこの体験版にはまだないらしいけどさ、ないけどさ、アイオードっていうのがあって、これが何に作用してくるのかっていうのが楽しみだって言ってるね。確かにちょっとね、俺としてはわからないな、何も想像ができない。なレベルなんだ、あ強いのか。でもアイテム出現率とか全然あるからね。なんでこれいっぱい持ってるの、まだ収めてどうだ。何個もあったの、妖怪からが6パーも上がる、人間からが、こっから先は妖怪からをつけた方がいいんだ。多分俺は妖怪とばかり戦うことになる。でも下がるな。そして俺は経験値がいっぱいになったので、その前に愛用し続けると擬人化した女の子が、あ、ないか、まさかね。あ、そうだ、おーい、お守りなんか変わってきてね、柔らかエンジン搭載。あ、おーい、めっちゃ上がるんだよ、大雷とかいらん、何を考えていたの。11か、妖怪からの装備、威力回復速度 2%3% ぐらい、耐火反映防御力や、それ実装されたら砥石が枯渇しそうだな、笑。いっぱい擦るとボワーンって出てくるでしょ。助けていただいたじゃん。へー、なぜか俺は忍術をいっぱい鍛えたくなっているけど、もう4つでいいかな、あれは2人対応できればいいから。どこをこするんですかね、ここをこすっていく、削っていくみたいになってる。体力、装備の重さ、体力、これは何だっけ、効果や、あ、効果が上がるの。もうでもこの面のためにはこれを上げるっていうのはもう一つ手なんだよな、だから使ってもわー損はねえだろ。そして俺は何かしたかったはず、何がしたかったの、術師、術、これは今つけてんのは支度できる上手、なんで上手って、打ち消すコピーと気力の回復を早める、使用者の武器に火の力、これは何のことなんだろう、常にこれは発動していることになるのかな、術コストって書いてあるな、何だろう、術コスト、 あとこれだ、調べたかった、あ、これだわ、あら、回復がいっぱい出るようになったと、いや違ったかな、あとこれも欲しいな、もうでも何、どうやめ、こいつらマジ、あいない、あ、なんで、あ、お前か、え、なんでお前そこに行くと、ドラクエ1の端っこかよ、分かりづらいし、説明しようがない、ドラクエ1の最初の城の左下の一列が強い敵が出るエリアが、そう、お金で回復とか、ああ、そうそうそう、お金で、なんかお金の利点が分かんないよね、あまりね、ないわけじゃないけど、あの爆弾を買ったりさ、俺できないのかなと思ったんだよ、そういうことだよね、だからあれができたら結構嬉しい、弓矢でやれるのかな。桜と、何なんだろうこいつら、マジで、
たのかな、こうかな。アムリタは全部レベル上げに費やせるし。うん。ん？今お金って何に使ってるの？なんかに使ってたよね、確か。あれ？お金って何かに使ってたよね、俺。あ、ちょっと待ってよ。何か俺忘れてる？これなんだ？あ、これはわかんねえんだよな。今、火でいいから火でいいんだよな。今んとこだってこれが解禁されてないじゃん。これとこれがね。この機能はまだ解放されてませんよ。ここに何か来んだよ、きっと。お金使うんじゃなかったっけ？カゴ。へぇ。あそこにお店が入るんだよ、きっと。もしくは。何が来ると思います？ねえ、お店。お店と、オンライン周りか。何が来んだろうね。俺はあんまりこういうゲームはよくわかんないからさ。やってないから。なんとも言えないね。想像もつかん。どういうのがあったら面白いのかがわからん。今もうこれで十分面白すぎる。何も考えようがない。改造、修理とかあるかも。ああ、そうか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 。そうか、修理ねえな、よく考えたら。今だって砥石は、砥石とあれが2回がないともうなんともなんないもんね。で、あれが出ないとさ、安定して手に入るもんでもないし。そうだね。あり得るね。鍛冶屋さんとかいないのかな？防具を作ってる人が絶対いるはずだから。おい。アイオードもあることだし。そうなのよ。アイオードがまだ全く未知だから。俺は一体何を、そっか。ちょっと待てよ。ちょっと行くか、奥まで。ってことは、こいつは倒そう。なんでかっていうと、俺ここまで戻ってくる気がする。生きてんの？あ、びっくりした。むしろちょっとこいつが、あ、こいつは邪魔じゃねえんだな。よし、オッケー。わかった。じゃあ、いらなかった。目玉だけだ。目だってドラクエにもういないの。目玉の目だ。お金だ。ロックオンができた、できた。俺もタイロ用に設計してたわ。笑そうなんだよね。あれ危ね、爆弾危ねえんだよ、マジで。あいつら援護射撃っていうかさ、弓矢の次っていうか、弓矢より撃ってほしいから。ここはこいつが移動したらささっと行って割れる。割れてないね。あとここに何かあるでしょ。これもやるかってなるとあいつがいたらまずいっていうか、なんか来てるよ。ああ来てるよ。逃げよう。やべえなマジこいつ。こいつまずい。あいつのまずさはちょっと三河だ。来た。あ、え？あ、いた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 。あいつは広いところで戦うのが本当不利なんだよ。来た来た。角に寄せないと逃げて逃げてで、2回舐められたら巨人化っていうか入道になるから。危なっ、やばいよ。うおう、さすが妖怪。何それ。あー、できた。おお、危なかったな、今。気がつかずに突っ込んでたな。こいつをか、ちょ、しょってもいいかもな。危なかった。ロックオンできない。
このための手裏剣だもんな。一つ目さんは相手のステップを軽高度な練習と思うことにしてる。ほうほうほう。ステップを軽、ほう、ステップしてくる相手というか緊急回避的なことしてくる相手の練習。あそこにもあんな両道見が。でこいつを倒したらこいつとの戦いがここでやりやすいから、これ結構広いし。ただ俺が一番嫌いな二刀流が出てこないことを祈るんだけど、普通にやるとイラつくからね。わらあ、二刀流来た一番嫌いなやつ来た。苦手意識。あ、やべ。ただこれあれだな、この手裏剣超強いな。バランスブレイカーレベルだな。もう一回も触らずに倒せる気がする。正直ボスより二刀流の鬼の方が強いけん。そうなんだよね、こいつマジでねテンションが違うんだよ。ボスとかの方がまだ読めるテンション。こいつは本当にね、他の鬼でが隙ができる前兆が、こいつはこれからガチでいくぞっていう前触れになるからマジで怖い。気合いダメなんだよ。他のやつはタックルの前兆なんだけど、あいつに関しては暴れ回る前兆だから。そっか、レベル1縛りもうやったんだな。でもそこまでハマったら発明が待ち遠しいというかさ、待ちきれねえよな。あ、上がるね。あ、重いね。なんかすごい上がるな。体崩し、体崩しだわ。体崩しっていうとなんか違う。何これ、あーんで抜け枯れてんだこれ。確かここに何かがあるって聞いたんだよ噂では。ん？敵がいる様子もない、忍者もいる様子もない。いた忍者。あーなんか動いた。よしよしよし、宝箱もあるよ。なんか汚れてんだこれ。東門の鍵、東門の鍵。このゲームってマップある。あれあんま強くないぞ。おいおい、忍者しかも2匹。お前らマジでか。2匹はきついな。スタミナ管理ができない。み、右上にマップらしきものなら、なんで爆発したの今。右上のマップ、そうなの、ミニマップ使えねえ。ミニマップこれどうしよう、切れていいかな。残念ながらこれの、よし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 、もういいよ。チクシを使わせやがって。サイバーアップだけど忍者来たか。これなんだこれ。あ、上がる。なんて書いたの。あ、同じ、下がる。うーん、早く来るべきだったのかな。東門、東がどっちだか分かんねえんだよこれ。なんか東門の鍵はどうだろう、鍵があって開けられるって誰か言ってたんだよな。回復しようっと。東門、あ、回復だ。東門ってそこじゃないんだよきっと。だって開いたもん昨日、鍵持ってなかったけど。あ、びっくりした。放送のまだあそこいるんだよ。一つ目怖えな。一つ目殺すか。でも下手に手出さない方がいいんだよこのゲームマジで。触らぬ神にだよ。ここか、違うよね。ああいうの全部開けていきてえな。煙てえやつ。東門とは一体何だ。どっちが東なの。ああもうやめよう。モヤモヤはもう、まあ無理には戦わん。俺は爆発手裏剣を持ってれば
余裕で勝てることも分かったし、戻ろう、一回仕切り直そう。ただまた一つ目が復活しちゃうんだよな、あそこ。まあいっか、四つあれば二つ対処できる。大変めんどくさいけど、あ、アムリタがめっちゃある。あとちょっとか、じゃあ上げちゃおっか。上げられるかな。ああ。あ、足りないか。あ、足りねえ。確かに方角くらいは表示してほしい。東門って言われてもさ、東がどこだかわからないっていう、なかなか粋な計らいですよ。でコメント打ってる間に一つ目に舐められました。一つ目マジ勘弁。舐め、2回舐められたら死ぬっていうか巨人化するからね。これよいらね、使わんやな。やべ、使い慣れてるやつ捨て売っちゃったわ。まあいい。なくなったものはもうしょうがない。使えそうで、でもなんか変な。再来。はい。あ、めっちゃ重いからいらんか。まさか今もしかして俺。まあいい。あー、これ出たね。さっき出たやつこれだ。これだ。武将の大鎧。重いのか、重くねえぞ。重くねえぞ。しかも、まあいいや。ソウルっていうの。ソウルが全然溜まってない。妖怪からのアイテムドロップ。いいじゃん。火ダメがマイナス 5%。いいと思います。ただ見た目があまり、見た目の変化がわからない。とか、この足元で死んでるやつ邪魔くせえな。倒すか。あら、思いがめっちゃ強い。ただ重い。あー、耐久度あるわ。ちょっと考えよう。待て。ああ、いつの間にや、あ、やべ、溜まった。でもちょっと溜まったぞ。増やせる。侍スキル分からんから上げちゃおう。なんか特に今はだわ。1か。装備のショート機能もちょっと細かくしてほしいな。そうなんだよね。なんかちょっと、あとソートが戻ったりとかするから固定できるだけでいい。あら、9も必要なんだ。5個ね。これ1個だ。いらん。ちょっとさ、戦おっかな。31レベル。あー、日本刀か。でもこいつ戦ってる間に他が来るから。いや、こっちに来れんのか俺が。なぜこいつと急に戦いたくなったかわからんか。けどやめとこうか。やめとこう。あれ。おお。石だね。危ねえよ。Rを使ったり回避を使ったり。
忙しい。もやもや対決かな。まあ、いいや。当たらないって何？初めて聞いた。動くねお前急に。今まであんなに追ってこなかった。ラクソに比べると忙しいからアクションはそんな似てないよね。おい何？何今の。俺ラクソわかんないんだよね。アクションとしてはだからこう構えを変えるとかもあるし、あとスタミナ管理が若干やっぱり違う、若干というか結構違うみたいだし。こっちから行くのあんまり、うん、ダメだな、やっぱこいつは倒すべき。ただやっぱ木の上からやるのが楽だから、ここは慎重に行こう。ダクソってもうちょっと明るい面ってあんの？いた。あ、間違えた。死ぬか。わかった、危ねえ。回復か。3は比較的支柱が多めでした。あ、そう。へえ。中多め。失敗した。早いね。落下ダメージを考えてもいいか。ロックオンできねえんだよこれ。松が燃えちゃう。ロックオンできねえ。ロックオンできないとダメなんです。爆発食らうんじゃねえ。さあガードしよう。ぶん投げてくるかもしれない。ありがとう。弱い。回復。助かる。あ、切っちゃダメですよ。みんな死んでるな。23レベル。さあ二刀流が出ないことを祈るけど、おう、何ですかこれ。片手剣。あ、いやいやいや、二刀流じゃね。どここれ。柵か。こいつ登ってきそうだな。来たね。いいんだよ、登るんだったら登るでいい。だけどさ、当たった。よし、勝った。よし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 。もうモヤモヤはないかな。これでモヤモヤに関しては復活しないからね。あとはそのボスのいるところ、本当だよな。もう卑怯と言われてもいいから、あいつはガチいるのは無理だ。あとあのモヤモヤの前にでかいやつがいて、それが炎の弱点のまたあいつだから、あーもうちょ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 、やべやべ、そうなんだよお前、ここいるんだよ。逃げよう。一旦帰ってもいいレベル、割とマジで。そうね、そうね、今向いてる方向が東。うっ、どっちだ。こっちが東ってこと？こっちかい？こっちだ。東持ってじゃあこっち。カメラ、カメラ向いてる方、向こうか。あの東になんか門、東門の鍵ってやっぱりなんかあるんだな。じゃあラスボスの、違う、この面のボスのあれではないんだね。行ってみようかじゃあ。マジで？なんかいいことがあるわけ？篠原智美みたいな笑い方してるから、何かがあるはず。
なんで当たんなかったの。リーチがある方がなぜか当たんないって、リーチねえ方が抱き当たりやがった。冗談じゃねえよ、こいつマジやべえな。気合の入り方が違う。気力のスーパーアーマーだもん。いいことかもしれないし、悪いことかもしれないし、エッチなことかもしれない。竜宮城か。っていうことはもうスオーさんも知ってんだ。行こっかな。忍者がいる方だよね、東って。あ、これか。これか。まさか東。何した俺。俺は一体何をした。バカめ。だよお前。あ、まだいた。足を切る。これのこと？おい、待てよ。そうだよ。弓矢がいるんだ。これ暗すぎね。違うし。違うんかい。そうだな。ちょっと一旦帰るわ。なぞなぞさんいらっしゃい。お久しぶり。和骨です、和骨で。おう、ゆうさんおはよう。いやちょっとロックオンもしないで。所長さん、ちょっと聞きたいんだけど。おう、なぞなぞですか。そういうことじゃねえ。見えない。あれあれ、あ、冗談の構えはねえのか。なんで食らったかは言いたくない。頼む、出たイオンコートの CM って やんなくなったの。なんだと。ちなみに東はさっきの2択の行かなかった方角です。わら、耳がわからん。やめたのさんなんて、どう、謎々さん知ってんの。さん、俺わかんないわ。確かに線の細い感じの人だから死んだか。知ってるよ。で、多分なんだよね。知ってる人は今あんまいないかも。あのメロな感じの、いい意味で緩いだよね。あのの部屋にでかいある人、おしゃれな人だよな。スタイルも。ここ3日放送がないと思ったら。ちょっと待って、ここ3日なの。ごめん、俺1年ぐらい見てねえよ。マジか。ここ3日とは思わなかった。いやー、ほっとくか。やだな。東？全然違うじゃん、これ。ゴミ消えてたんよ。あら、え、なんかその前兆みたいなのあった？なんか。何かしら。ツイッターのアカウントもなくなっていた。何、結婚引退かな。なんだろう。ごめん、わからない。俺本当にあれわかんない。なんでかわかんないけど、俺は小見を抜けたというか、なんか。やばい。やばい。危ねえ。死ぬかと思った今。が割とマジでこれ死ぬか。このぐらいだと。前触れはなかったと思う。ツイッターもないんじゃ聞けねえしな。何があったんですかとか、そう。ちょっとあまりだね。あんまりな感じ。そうそう、ごめん、わからないわ。昔はちょっと仲良くしてたけど、わかんないね。俺もちょっと気になってたんだよね。そういえばどうしてるかなっていうのはあった。二択って、ごめん、ちょっとわかんねえ
時から教えてもらおうかな。これなんか俺翻弄されてあげくしょうもねえことになりそうで、なんなの東門って。最後の放送を見てた人いないかなって思ったけど。なるほど、そっか、わからん。新しいコメでまた放送してますよ。おい人間戦車さん知ってんの？てか何で新しいコメになったかわかる？マジっすか、教えてあげて、俺も知りたいよ。何があったの？何があったか教えて。ボスがいるもんを正面に見て右です。あーやっぱあっちだよね、あの妖怪が。直接聞いて笑。あーほんと、そう、なんで知らないの？あ、知らねえんだ理由は。俺今おいびっくりした。なんで俺が避けた方に来たんだよ。よく、あ、3か3かな。水の中でジャブジャブると治るとかないの？これ知ってるけどここで言うことじゃないと思うので。嘘、言ってもいいと思うけど。そんなじゃね、あんまりいい話じゃねえんだじゃなるほど、だったら直接だな。まあ普通何もなかったらそんなことしねえもん。微妙だなこれ。なあもういいや、一回帰ろう。どうやって直で聞けばいいのな。いやだから放送行けないんでしょ。放送教えてくんないの？放送だってもうツイッターもないんじゃ直接も何も聞けないでしょ。教えてあげてよ、それは言われるぐらい放送タイトルはそのまんまなんで、検索すればすぐ出てくると思います。っていうか、なんでなんで教えてくんねえんだろう。それはいいんじゃないの？だって出てくるんだったら教えても一緒だろ。そんな簡単に出るんだと。ちょっと待って、俺なんか経験値めっちゃあるからあれだわ。ちょっとそれはためよう。間違った、構えが違う。もう6年も放送見てるのに。ねえどうしたの？なんでそれはさ、人間戦車さんは分かったわけ？最後の放送見てなかったら分かんないの？じゃあこれで教えて欲しかったよ。ねえちょっと白状すぎるだろそれは。リスナーなんだと思ってんだよ。なんかあれなのかな、そことの揉めがあったのかな。興味深いな。あんたも別に穏やかな人ではないからね。ゆるい放送ではあるが、結構言うことは言う人だ。なんか揉めたのかな、摩擦があったのかな。ありがとう。あ、ありがとう。そうか。で、行こう。東間の鍵ね。バレだ。バレてない。なんで食らった？石と石、はい。東門ってこれ違うよな、絶対違う。コミュメンバーの最大が39になってたけど、そんな制限かけれるん？へえ、何それ。てか何があったんだろうあれ東門ってこっちか。いや待って、違うな。いやこっちだ、こっちだよ。やだ、行きたくねえ。忍者いるし。まあ、バカしい。かけてきたのかな？ねえ、何かあったんだね。確実に。手裏剣。ふふ。間違えした。やばい、手数。ああ、そういうことね、ただね。
閲覧制限か。でも入会コミュニティ参加するメンバーの制限なんて聞いたんだけどね。視聴制限じゃね、視聴っていうか、あのそれは昔からあるよね。やだ、これ忍者か。あ、忍者だ。やべ、来た。いやー、死んだ。来たー、お前だよお前。うわ、はあ、どうしよう。あー、来た。テンション高っ。